ドアハンターは、大迫淳一のライトノベル作品。イラストは、小島あやみ文々が担当。かつては、角川春樹事務所より5巻刊行されていたが、2007年9月より、が文庫から刊行された。全7巻。当初は著者である大阪が、映像化を前提に、戦う男の物語が書きたいという目的を持って書いた物語で、これを角川春樹事務所の、 小松左京賞へ応募したことが発端。その後シリーズ化されたが、二度のレーベル移行によって物語が途切れたこともあり、食材のカルネアです。ゾアハンター以降事実上の絶版となる。その後、2005年初夏が文庫の立ち上げに当たった最初の顔合わせの際に、大迫が実はゾアハンターを再販してくれる版元を探してるんですよねと口にしたところ、 再犯から完結までの上司が約束され、それからおよそ2年を経て復活2009年6月発売のゾアハンター7をもって完結した。人口増加による生活環境の悪化は、すなわち生存の危機を意味していた。これを回避すべく、人類の環境適応能力を高めることで生存に適さない環境下でも生存可能な新人類を作り上げる極秘プロジェクト。 アザイル計画が発動される。しかしウイルスによる人芸の無干渉により、結果誕生したのは、人食いの生物、ゾーンだった。バトルホイールレースのデビュー戦で自身以外の出場者を、すべてクラッシュさせるという歴史的な勝利を収めた黒川竹は、その祝賀会の会場で、ゾーンに襲われ、品種の重傷を負う。目覚めた竹の志は、アザイルに感染、ゾーン化し、 もはや頭部を切り離した生き延びる術はなかった。だが生身でゾーンに立ち向かい生き延びた竹は、その格闘技術を買われ、喪失した死をサイバネティック技術で補うことで、ゾアハンターとしてゾーンと戦うことになる。ハルキノベルズ、ハルキ文庫ヌーベル SF シリーズ、合わせて全5巻絶版、ガブンコ全7巻。ありがとうございます。